皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1369-JP、三毒膨張。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1369-JP はサイト8163の提供異物品保管室に防生紙に包んだ状態で収容されます。サビの発生を防ぐため、保管室の湿度は 12% 以下に設定されます。3ヶ月に一度、SCP-1369-JP の表面状態を確認した上で防生紙の交換を行ってください。説明、SCP-1369-JP は白鋼製の三徳包丁です。刃渡り 132mm、重さ 145g であり、木製の持ち手が付けられています。SCP-1369-JP の刃渡り部分から約 0.8mm 以内に存在する、生命活動を停止している人間の肉体部分は瞬間的、10マイクロ秒以下、に消滅します。この消滅現象は組織の種類、形状、層状態を問わず発生し、これに応じた力学的、科学的特性の際も消滅現象には一切の影響を与えないことが確認されています。この異常性のため、SCP-1369-JP を押し当てるように動かすことで、人間の死体はほぼ抵抗なく容易に切断できます。人間の死体以外に対する SCP-1369-JP の振る舞いに異常性は確認されず、非異常性の包丁と同様の物理的特性を示します。ホイチ。年、5月12日、13時40分、京都市内の緩和ケア病棟に入居予定であった西山。し、当時74歳、およびその送迎を行う予定であった波岡。し、当時45歳、が行方不明になったという旨の通報がありました。本件について京都府警が調査を行った際、両名が前年度中に勤務していた職場である、肉割烹、金ヤンマ、の調理責任者、清水。し、当時35歳、の証言によって SCP-1369-JP の存在が示唆されました。清水氏は要注意団体、石油クラブ、への関与を認めたため、ポイ 5849JP に指定された上で財団に交流されました。5849JP は財団に比較的協力的な姿勢を示しており、SCP-1369JP に関する聴取を行った際、以下の証言が得られました。ポイ 5849JP の証言。日本という国は古くより官民問わず仏教や神道の影響を強く受けているため、獣肉料理の歴史は浅く、格調高い京料理においてその傾向はひときわ顕著です。ですから、基本的な伝統を踏襲しつつも、肉料理を積極的に取り入れた京料理を提供する、銀ヤンマは、かなり革新的な割烹料理店だったと言えるでしょう。私の父は市議会議員を務めており、コネを活用すれば楽中のちょっとした小料理屋で働くことも、京都駅前に店を構える適当なレストランのシェフになることもできました。ですが、当時の私は親の庇護のもとに何不自由のない生活をただ漫然と送ることに、すっかり嫌気がさしていました。そのため、両親を何とか解き伏せると、市内の調理師専門学校を卒業してからすぐに、銀ヤンマで包丁を握ることを決心したのです。西山さんはつい先日までその店で板長を務めている方でした。先ほども述べたように新しい考えを持つ店を切り盛りしているからか、古い印象にとらわれず柔軟な考え方をする方でした。この業界では学校での成績よりも実地での下積み経験が重要視される傾向にあり、実力一本で勝負したい私には願ってもない幸運だったと言えるでしょう。私は波岡さんという方の下について下積みの仕事を始めることになりました。波岡さんは私とは一回りくらい年が離れており、少し気難しいところのある方でした。しかしそれ以外には特に変わったところもなく、料理の腕が立つ方だったので随分お世話になったのを覚えています。あれよあれよという間に勤め始めて10年、15年と月日は流れ、肉割烹というジャンルも少しずつ市民権を獲得していきました。観光客や外国人の方にも思いのほか受けが良く、店は繁盛して3畳の方に分店もできたほどです。そんな中、独立、結婚など様々な理由で先輩たちは少しずつ店を辞めていき、気がつくと私は西山さん、波岡さんに次いで本店で3番目の古株になっていました。およそ2ヶ月前、ついに引退することになった西山さんの慰労会と、その後引き継いで板長となった私の祝賀会を、銀ヤンマの皆さんが開いてくださった翌日のことでした。店内からでも聞こえる雨音の中、
私は西山さんと二人だけで店にいて、会食の席の準備に勤しんでいました。というのも、京都を中心として活動する、石油クラブという団体が終日店を予約していたためです。西山さんの話によれば、彼らは幕末から続く由緒ある美食家の集まりであり、この店の板長も代々加盟しているそうです。その会食は、私の引き継ぎを兼ねた活動の一環であるそうで、私はすっかり緊張していました。25歳の比較的簡易な献立だったというのもありますが、西山さんの手際の良さのために支度は1時間程度で終わりました。私が2品仕上げる間に残りの遺品の準備をしてしまう手の速さは、直接見ていても少し信じられないほどです。クラブの到着を待つこと30分くらいでしょうか。急に雨音が途切れたかと思うと、服装も年齢もバラバラの男女が8名も立っていました。玄関戸の開く音すら聞こえず、いきなり眼前に彼らが現れたので驚きましたが、すぐに従業員としての役目を思い出し、彼らを座敷に案内しました。上座に座っていた高校や前とした老人が簡単な時効の挨拶をして、会食が始まりました。西山さんの料理を食べるのは久しぶりでしたが、どれも素晴らしいものでした。特に、向こう漬けの柚子仕立ての肉刺しは群を抜いており、その後の給仕を忘れかけるほどでした。肉の舌触りは滑らかで、噛むほどに肉の持つ甘みが湧き出てきます。何より驚いたのは肉を口に運ぶときに臭みが全くなかったことです。柚子の香りと粗塩がうまく肉の臭みを抑えているというのもありましたが、調理の過程でどうしてもついてしまう、ほんのわずかな生臭さ、鉄臭さすら感じられないのです。それらをどうにか避けるため、肉や魚をさばく際は鋭利な使い捨ての竹包丁を使う料理人もいる、なんて話すら耳にするほどなのに。会食が終わって10分ほど経ったでしょうか。先ほどの老人が、箸を置いて席から立ち上がると、私と西山さんに向かって手振りで合図してきました。すると西山さんは厨房まで戻っていったかと思うと、なぜか先ほど調理に使っていた三徳包丁を持ってきて、私に差し出してきました。私は戸惑いながらもそれを受け取って、一礼しました。まばらな拍手が起こった後、老人が、あきつ、の襲名に立ち会ったことを宣言しました。そして料理の寸評を簡潔に述べた後、今日自分たちの糧になり、17歳という若さで両墓なんで自殺した女子高生に、寸刻の黙祷を捧げることで話は締めくくられました。そこで初めて、今食べた肉が人間のそれであるということに、私は気づいたのです。人の肉を食べてしまったことへの驚きと後悔が全くなかったといえば嘘になります。しかし料理への感動がそれを上回っていたのか、不思議と嫌悪感はありませんでした。クラブの面々はめいめい店を出て行き、店内には私と西山さんだけが残りました。西山さんは二人分の緑茶を入れると、自分の分をゆっくりと口に運びながら、石油クラブに関わるいろいろな話を始めました。石油クラブとは人肉食をたしなむという目的の下に集う同好の市であり、銀安間の板長はクラブを抱えの料理人、アキツ、としての仕事を受け負っていること。材料は主に身寄りのない人間の遺体を病院関係者から拝借しており、私には迷惑はかからないし、かけさせないということ。包丁は、アキツが代々受け継いできたものであり、それの譲渡が、アキツの継承の役割を果たすということ。そして、巻き込むような形になってしまって申し訳ないが、腕の立つ料理人である私に、アキツの後任を託すしかなかったということ。尊敬している西山さんにそこまで言われてしまっては無理に断るわけにもいきません。それから、その、食人という人の道から外れた行いに、どこか同型のような感情を抱いていた説すらあったかもしれません。とにかく私はその話を受けることにしました。それを聞いた西山さんはありがとう、ありがとうと涙を流しながら私の手を強く握りました。そして、また半年後には会合があるはずだから、それまでに自分の教えられる技術は全て教えようと言ってくださいました。石油クラブの人間が店に来た瞬間にやんだ雨音は、いつの間にかその強さを増して再び聞こえるようになっていました。昔のことで思い当たるのはこのくらいです。今日は定休日なので私は自宅にいましたが、ちょうど12時頃、西山さんの奥さんから電話がかかってきました。西山さんの到着が遅い、手続きもあるのに何をしているんだと施設から電話が来たそうです。波岡さんとも連絡がつかないため、私たちは奥さんの話から、銀安間に向かいました。店に着くと鍵は閉まっており、中には誰もいませんでした。
荒らされたような跡はありませんでしたが、昨日店を閉める時に比べて流しが綺麗になっているとか、椅子の配置が少しずれてるとか、わずかな違いがあることに気づきました。鍵を持っているのは確か西山さんしかいないので、おそらくここに来たのは間違いないのでしょう。そして厨房の調理器具を確認していて気づいたのですが、あの時西山さんからいただいた包丁がないのです。私が毎日立っているため監視しやすく、自然で、手入れもしやすい厨房に隠しておいた包丁が。二人がいなくなったこと、包丁がなくなったこと、石油クラブという団体があること。これらの事柄がどのように関係しているのかは私にはよくわかりません。石油クラブのこともあなた方に話すか迷いました。ですが、私自身の処遇よりも西山さん、波岡さんが生きて帰ってきてくれることの方が重要です。仮にも、何人もの料理人の意思を受け継いできた、伝統ある包丁が失われる最悪の事態も避けることができるでしょう。話せることはすべて話しました。どうか、何卒彼らのことをよろしくお願いします。ポイ 5849JP の証言をもとにして、西山氏はポイ 5850JP に指定されました。ポイ 5850JP 及び波岡氏の失踪と SCP-1369JP の紛失には関連があると判断され、オブジェクトの捜索を目的として両名の確保を中心とする追調査が行われます。ホイ2年、5月15日、青森県、山中において波岡氏が発見、確保されました。対象は SCP-1369JP を油紙に包み、切り箱に入れた状態で所持しており、確保と同時にオブジェクトは無事回収されました。波岡氏は軽度の栄養失調状態にありましたが、生命に別状はなく、近傍のサイトに移送して事実確認のために尋問を行いました。以下が得られた証言です。波岡氏の証言。結論から言うと、西山さんは死にました。俺が殺したからです。順を追って、初めから説明したいと思います。キニャンマに来る少し前、俺は大阪にある別の料亭で働いていました。料理の道に進むためにわざわざ青森の田舎から出てきたくらいですから、腕に自信はありました。ですが、いくら頭に血が昇ったからといえ、お客様に手を挙げるような料理人は店に居場所なんてあるはずがありません。味噌汁に足を突っ込みかけ、料理以外に取り柄なんてない自分に再就職なんてできるのかと途方に暮れていましたが、そんな俺を拾ってくれたのが西山さんでした。何でも太平洋戦争を生き抜いた戦友である、元の店の店長から俺の噂を聞いたそうで、わざわざ向こうから連絡をくださったのです。必死に頭を下げる俺に、料理の腕が確かなら心配ない、と優しい言葉をかけてくださったのをよく覚えています。勤め始めてから10年近く経った頃でしょうか。盆もとっくに終わり、もう涼しい夜が何日も続いてきた頃、ある常連のお客様が言いつぶれて眠ってしまいました。もう店じまいの時間なので、私は片付けを他の板たちに任せてしばらく解放を行っていましたが、そのお客様がふと妙なことを口走りました。いわく、石油クラブでは西山さんにはいつもお世話になっている、またいいザクロが入ったら教えてくれ、と。まあ確かにザクロの季節でしたが、それを使った料理はうちではやってないし、やる予定もありませんでした。そもそも、酔っ払いの話だということを差し引いても、何か話が噛み合わない印象を受けたのです。西山さんに聞いてみてもとぼけられるばかりでわけがわからないまま、時間を追うごとに違和感は膨らみ、とうとう抑えきれないほどになりました。そこで私は仕事の合間を縫って知り合いの料理人に聞き込みを行い、時には更新所に依頼したりしながら、石油クラブとやらについて調べていくことにしました。一年半かけていた断片的な情報を継ぎ合わせてようやく見えてきたその外観は、証拠の写真などによる裏付けがなければ鼻で笑い飛ばすようなヨタ話でした。内容は大きく分けて3つです。まず、京都には悪趣味連中が集まって定期的に人肉料理をたしなむ、石油クラブ、というものが存在すること。それから、西山さんもそのクラブの会員であり、秋津という偽名を名乗って料理人を務めていること。
最後に、料理人の引き継ぎに食人を含む儀式的な要素が存在することです。先代の、秋津が死んだら、人の遺体だけを溶かすように切断できる包丁とやらでその肉を切り出し、それを食うことで技術の継承とする、というやつです。これらに気づいてから、私は胃が締め付けられるような思いで日々を過ごしました。俺がこそこそ情報を嗅ぎ回っていることを、どうして石油クラブの連中が気づいていないと言い切れるでしょうか。天津さえ、俺は西山さんに、石油クラブ、とは何かという問いを迂闊にしてしまったというのに。人肉をある程度自由に供給できる、クラブの規模や影響力とは一体どの程度だろうか。もし彼らに俺のことがバレたら、俺のこれからの生活はどうなってしまうのだろうか。俺は悩み抜いた挙句、西山さんとの交渉に臨むことにしました。仕事が終わったある日、俺はボイスレコーダーを隠し持つと、西山さんを呼び出して石油クラブについて知っていることを洗いざらいぶちまけました。西山さんはじっと俺の目を見つめながら黙って話を聞いていましたが、話が一通り終わると腕を組んだまま数十秒間天井を睨み、静かに言いました。それで、お前はどうしたいんだ、と。俺は石油クラブのことを公にして法の裁きを受けてもらいたいわけでもなければ、西山さんの趣味に口出しするつもりもありませんでした。ただ、自身の身の安全の保障と、可能であれば西山さんの代で石油クラブとこの店の関わりは断ってほしい、と頼みました。西山さんはまた腕を組んだまま黙って上を向き、しばらくの間目を閉じて考え込んでいましたが、できる限り要求は飲もう。だからもう石油クラブの話はするな、とだけ言いました。それきり、互いに石油クラブのことは一切口にしませんでした。西山さんが口引きしてくれたのかどうか、今となってはもうわかりませんが、俺の生活に特段の変化がないまま6年ほどの月日が流れました。西山さんが膵臓がんを患っていることが明らかになったのは、今から半年ほど前のことでした。年齢が年齢ですし、転移が始まっている可能性だってあります。家族と話し合った結果、西山さんは市内に新しくできた施設で余生を過ごしてもらうことになりました。そこで必然的に、誰が店を継ぐのかという問題が浮上してきました。自分が店を継ぐことになるんだろうなと、俺は当然のように考えていました。しかし実際はご存知の通り、清水が店を継ぎ、俺はあくまでその補佐に過ぎませんでした。別に40にもなっていない人間が板長になることに不満があったわけではありません。清水だって料理の技巧は私に匹敵するほどでしたし、気遣いや愛想の良さといった面では彼の方が優れていたかもしれません。ですが、逆に嫌味を言われてもそれが皮肉だということにすら気づかずヘラヘラと笑い、仕入れの場でふっかけられても平然としている。あんな人間が人をまとめ上げることができるのか。そもそも清水は石油クラブのことを知っているのか。あんな世間知らずのボンボンを、一体なぜ西山さんは板長に選んだのか。疑念はそれ以来胸の内でずっとくすぶり続けていました。それが明かされたのはつい先日、西山さんが施設に入る予定の日のことでした。息子たちが仕事で動けないとのことで、俺は送迎を買って出ました。しかし朝8時頃西山さんの家を訪れた際、そこに西山さんはいませんでした。奥さんの話では、ギニャンマに最後の挨拶をしてくる、と言い残して明朝に家を立ったとのことでした。俺は衣服や日用品だけ受け取って車に積み込み、店に向かいました。店に着くと西山さんは厨房で一人、ゆっくりと丁寧に包丁を研いでいました。直接見るのは2ヶ月ぶりでしたが、西山さんにかつての面影はなく、まるで別人のようになってしまっていました。本来なら動向を促す言葉や、体を気遣う言葉を口にするべきだったのでしょう。しかし、口をついて出たのは別の言葉でした。二人きりになった今なら聞けます。
倒していた町に自分ではなく清水を選んだのか。石油クラブの一件のせいですか。本当のところを教えてください、と。すると西山さんはこちらを振り向き、困ったような笑いを浮かべながらゆっくりと私に語りかけてきました。敵の悪い生徒に諭すように解きかけるようなその言葉は、一言一句違わず覚えています。何を勘違いしてるのか知らないが、石油クラブの件がなくたって、お前みたいに腕の悪い料理人はいた町にするつもりはなかったよ。その言葉を耳にして、内容を理解した瞬間、私の中で何かが切れました。西山さんの首根っこを左手で押さえつけると、台所の上にあった包丁をひっつかんで西山さんに何度も突き立てていました。西山さんは驚いたような顔をしながら何かを口にしていたようでしたが、その言葉はもう私の耳には届きませんでした。時間にすれば数十秒くらいでしょうか。何度目かの包丁を突き立てようとした俺は、大きくよろめいて壁に頭をぶつけました。はじめは包丁が手からすっぽ抜けたのかと思いましたが、爪が食い込むほど強く握り込まれた拳には、確かに包丁がありました。包丁、石油クラブ、ああ、何が起こったのか、何をしてしまったのか数秒かけて理解して、ようやく俺は我に返りました。俺は胸から上が半分取れかけている西山さんを慌てて抱きかかえ、その顔を覗き込みましたが、そのうつろな目にはもう何も映っていませんでした。皮肉にも、包丁のおかげで遺体の処理には困りませんでした。水にくぐらせるよりも軽い感触で骨を断つことができるし、油が切れ味を悪くすることもありません。トーストにバターを塗るように、包丁の刃を寝かせて軽くなぜるだけで、みるみるうちに遺体はなくなっていきました。そうやって処理を進めるうちに、この包丁は人間の解体や調理に用いるのには向いていないことがわかりました。肉を切る感触が本当に全くないので、関節や筋に沿った解体はできないし、まして野精密な包丁さばきなんて望むべくもありません。あの更新所の調査が正しければ、西山さんは何十年と石油クラブに在籍し、この包丁で料理を作り続けていたのでしょう。どれだけの練習を積めばそんなことができるようになるのか、俺には見当もつきません。遺体の処理が一段落し、床についた血を雑巾で拭っていた俺は、椅子の陰に小さな肉片が落ちているのに気づきました。それは、よろめいた時に包丁の刃が当たって切り飛ばされたであろう、左手の親指とその付け根の肉でした。なぜか鶏の手羽元を思い起こさせるその肉片を見た時、頭の中にもう一度あのことが浮かびました。先代の、秋津が死んだ時、その肉を食べることでその技術の継承とする儀礼。共犯意識によって東大の、秋津に貴族感を与え、クラブ内に料理人を確保するための表向きの題目。きっと西山さんもやったんでしょうし、やがて清水もすることになるはずだったんでしょう。極限状況に置かれたことによる高揚感や清水に対する嫉妬、様々な思考や感情が入り混じり、それを食べたいという欲求がどうしようもなく湧いてきました。しかし、殺人現場に居留するリスクを冒してまで初めて人肉を食べた感想は、ああ、こんなものか、といった味気ないものでした。肉質の悪い羊肉といった味わいで、豚肉や牛肉と比べてとびきりうまいわけでもありません。肉を食べたからといって料理の腕が良くなるなんてことも、当然ながらありませんでした。拭った血を包丁に吸わせ、西山さんの衣服や靴をゴミ袋に詰めて密閉すると、調理場の血の匂いはようやくマシになりましたが、時計を見るともう11時半でした。定休日だから誰も来るはずがないと分かっていましたが、それでもその場を早く離れなければなりません。高齢者が徘徊の末に行方不明となる例も全く聞かない話ではないと自分に言い聞かせながら、俺はゴミ袋と包丁を片手に逃げるように店を出ました。それからの記憶は断片的にしか残っていません。ただ高速道路に乗って人のいない方へ、と向かおうとしたことだけは強く覚えています。
運転中も様々な不安が頭の中を駆け巡り、サービスエリアでも人の目が気になっておちおち食事もできません。ストレスのせいか、あの時食べた肉の火入れが悪かったせいかひどい下痢に苛まれ、悪夢にうなされて飛び起きれば30分も経っていない。そうして気がつくと、俺は青森市内に入ったところで高速を降りていました。そのまま人目を避けるように、自分が生まれ育った。山に車を進め、まだ寒さの残る山中で2階を沸かしました。あの時車に積んだ毛布、ウェットシートや着替えがこんな形で役立つなんて、想像もしていませんでした。そしてその後は、まあ、あなた方の知る通りです。あの包丁は、食人欲求なんてくだらない好奇心に振り回された人々と、それに縛られた料理人たちの呪いそのものと言っていい。本当ならば西山さんは辞めてしまった俺が、それをやらなくてはいけなかったんでしょう。でも俺にはどうしてもできなかった。証拠品をみすみす壊すなんてこと、あなた方はしないと思います。ですがどうか、どうか全てが終わった後でいいですから、あの包丁を壊してやってくれませんか。波岡氏の証言から判断する限り、ボイ 5850JP はすでに死亡しており、その遺体も SCP-1369JP の異常性によって完全に失われたと考えられます。このため、ボイ 5850JP のステータスは暫定的に、死亡済み、に分類されています。ホイさん、ボイ 5850JP の失踪事件は、SCP-1369JP の存在を伏せた上で非常性の殺害事件として処理されました。結果として波岡氏は無期懲役刑を言い渡され、現在はクラス A 記憶処理を施した上で京都刑務所に収監中です。ボイ 5849JP はクラス B 記憶処理を施した上で解放し、年、12月31日まで継続的な監視が行われています。現在に至るまで、ボイ 5849JP と要注意団体、石油クラブが接触を図った例は報告されていません。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。